統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。園田競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、8レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、3レースと5レースと、 6レースと11レースの4つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。その打競馬、8レースの本命馬から解説していきます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。 この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、馬場状態はグレーの丸でプロットしています。本命馬は、8枠12番、ヤマトフェイスです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は61%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、 本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一層前の指数の69で連体目安の黄色線を41上回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、4。走前の指数の4。3で本命馬のピーク指数に対して26下回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3。走前の指数の3。7で本命馬のピーク指数に対して3。2下回っています。 この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上より、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところは 一走前は紫の丸が1860、1860が適距離ですが、過去1年、1860以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はミドルペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 一層前はオレンジの四角が4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は48でトップです。上がり指数は33でトップです。高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます。開催上適性を見ていきます。地方の出走では中央より指数を上げています。以上より 本命馬の適性は、展開面と開催場適性が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適性面には、多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適性面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は、 61%と申し上げましたがそれ以上の勝利確率を望めそうです推奨の本命馬として最適です次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください浦和競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは 本日ありません本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは1レースと3レースと8レースと11レースの4つのレースとなります a ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます浦和競馬11レースの本命馬から解説していきます本命馬は4枠4番上エスポワールですこの馬の偏差値ランクは a ランク 勝利確率は3。7%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、5。走前の指数の7。6で連帯目安の黄色線を5。上回っています。一方最低の指数となっているのは、3。走前の指数の6。8で黄色線を。 3下回っています本命馬の能力は抜けている存在とは言い難いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4走前の指数の92で本命馬のピーク指数に対して16上回っています最低指数に対しては24上回っています この馬の通常パフォーマンスでも逆転の可能性が非常に高いです。次に黒三角を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3。走前の指数の7。2で本命馬のピーク指数に対して4。下回っています。最低指数に対しては4。上回っています。この馬に好条件となれば逆転の可能性があります。以上、より束との力関係からは？ 他の有力馬にも十分に逆転の可能性がありかなり大きなリスクがあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところは5走前は紫の丸が1500 3月は1500 1500は適距離です展開面を見ていきます レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、5走前はオレンジの四角が2番手から、3月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、44で6位です。上がり指数は、44でトップです。 平凡な先行力で好意につけられないリスクも若干あります以上より本命馬の適性は距離適性が高評価できます適正面に大きなリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも十分に逆転の可能性がありかなり大きなリスクがあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭 この本命馬の勝利確率は37、37%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。門別競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、3レースと6レースと12レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、7レースの1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。門別競馬、3レースの本命馬から解説していきます。本命馬は5枠5番、プルミエールパスです。 この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は4。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の40で連帯目安の黄色線を1。5を上回っています。一方最低の指数となっているのは？ 1>, 1走前の指数の33で、黄色線を8上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、3走前の指数の29で、本命馬のピーク指数に対して11下回っています。最低指数に対しては4下回っています。 この馬の逆転の可能性は低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の33で、本命馬のピーク指数に対して7下回っています。最低指数と同等です。この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも、 逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1000メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2。層前は紫の丸が1200、1200が適距離ですが、3。層前の紫の丸、今回と同距離の線でまずまずの指数をマークしています。 線も守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です花を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は33でトップです上がり指数は 22で2位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます。適正面に大きなリスクはなさそうです。以上の分析をまとめますと、束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面に大きなリスクはなさそうです。冒頭。 この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。前のレースと同じ門別競馬から次のレースを紹介します。 それでは指数グラフに切り替えます紋別競馬12レースの本命馬から解説していきます本命馬は8枠10番0アワーですこの馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は47%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で 今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは5走前の指数の68で連帯目安の黄色線を20上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の35で黄色線を13下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 最高丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の49で、本命馬のピーク指数に対して19下回っています。最低指数に対しては、14上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、 2走前の指数の56で、本命馬のピーク指数に対して、10に下回っています。最低指数に対しては、21上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1700m となります。指数がピークとなっているところは、1走前は紫の丸が1600、2走前は紫の丸が1200、1600が適距離ですが、過去1年、1600以上の出走履歴がありません。1700への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開は、 ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が2番手から、2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、55でトップです。上がり指数は、27で3位です。 楽に好意につけられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適性面には多少のリスクはありそうです 冒頭、この本命馬の勝利確率は47%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。笠松競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと4レースと5レースと6レースと7レースの5つのレースとなります。A ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。笠松競馬7レースの本命馬から解説していきます。本命馬は2枠2番。 日本ピロヘンソンです。この馬の偏差値ランクは a ランク、勝利確率は4。3%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の4。4で連帯目安の黄色線を15を上回っています。一方。 最低の指数となっているのは、3。走前の指数の20で黄色線を9下回っています。本命馬の能力はまずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4。走前の指数の4。7で、本命馬のピーク指数に対して3。上回っています。最低指数に対しては？ 27上回っていますこの馬の通常パフォーマンスでも逆転の可能性が非常に高いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の28で本命馬のピーク指数に対して16下回っています最低指数に対しては8上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります 以上、より束との力関係からは、他の有力馬にも十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1600メートルとなります。指数がピークとなっているところは、一層前は紫の丸が1400。5月は1400。 1400が適距離ですが5月の紫の丸今回と同距離の1600でまずまずの指数をマークしています1600も守備範囲です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が6番手から5月は8番手からの競馬です 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は15で6位です。上がり指数は32でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。以上、より本命馬の適性は展開面が高評価できます。適性面に大きなリスクはなさそうです。以上の分析をまとめます。と、束との力関係からは？ 他の有力馬にも、十分に逆転の可能性があり、かなり大きなリスクがあります。適正面に、大きなリスクはなさそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は43、43%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率しか望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。最後に、ノートにて公開しております。 全,場全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部ののは、展開分析のデータとなる。各場の先行力とその順位各場の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命場について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。